ああ、じゃあ行きましょう。アンケートの結果、萩原さんが1位、伊達さんと近いな。めっちゃ近かったんだ。じゃあ、もし俺に体力が残されてたり、誰かのリクエストとか入ったら、伊達さんも見るかもしれないが、とりあえず萩原さん行きましょう。はい、ライデンの萩原さんですからね。ライデン応援ということで、ライデンのね、ユニフォームっぽいの着てますけど、はい、ライデンやっていきましょう。萩原さんは、こっちにおったね。はい。そうか。萩原さんの1戦目はちょっとしんどい出牌もあったか。はい。行きましょう。はい、今日はどうなんでしょうか。手が良くないな。はい、とにかくペイチャードラッシャー。なんでも良さそう。厄介重なりはちょっと見て。イーソーパーマン。どっちか切る。パーマン切る。パーピンツも。ウーマンか。イーソーか、スーソー切る。スーソー切る。ウーマンツも。悪気を売れば悪い手牌の方が俺は3ピン。ダイレクトの受けを重視したい。悪い時にごちゃごちゃこねくり回してもペンちゃん来てね、守備も下がっちゃうし、悪ければ悪いほど、両面作りに行かずにダイレクト受け見ていきましょう。3ピンか。初シャーも切れんしな。3ピンっすね。何してんの？何のプラスもない。3ピン。1、2、3もないしな。あ、それこそウーマンとかローピンパーピンだったら一応1、2、3とかちゃんと見たんかなって言うけど。ギャンマンって何の1、2、3もないし何の価値もない。3色が見ない。3色見ないわ。3色になったって結局中な無理だもん。上がりトップとかね、絶対上がんなきゃいけないってならね、3色のターツできたら泣けるのは強いかもしれないけど、これ別にできても泣かないし。あ、しょうもないってダイレクト受けが入った時だけど。いや、絶対その方がいいって。これしょうもない手でこねくり回して両面できたって意味ないよな。こんな両面できてどうすんの？両面来て、両面できてさ、両ピン、数ピン来て、こねくり回しても別に内側に寄せるってことだから、守備も下がるし、いや、嬉しくないしな、そんな。やっぱダイレクト系だから、手配悪いとき、悪ければ悪い方が、ダイレクトでそれこそね、3層引いて、3枚引いて、チーピン引いて、みたいな、ツモが来たときだけ上がりフォローしたらえって。こねくり回して、どん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 内に寄せたら、守備力もなくなって、いや、どうせしょうもないんだもん、そんな。リャンピンできたってしょうもないでもこんな。リャンピン、スーピン引いて。リャンピン引いた。リャンピン引いたけど、1、2、3はないけど、何すんのこれ。まあ、ローパーピンかな。4トイツになったら、まあ、チートイ決め打ちで。ただ、チートイ決め打ちして、3ピン、リャンピンとか切って、トイメンにぶっ刺さるみたいなのも嫌だから、ちょっと難しいけど。まあ、好きなもん来てください。3ピン、リャンピン。まあまあまあ、まださすがにここで3ピン、リャンピン切って、トイメンに当たっても事故かなって感じで、安全度高いリアンソー衣装残して3ピン、リャンピン切っていく。はい、と思います。はい、リーチ入ったらベタ折りするリアンソー来て、はい、折り。伊達さん上がっていった。はい、とにかくシャーチャードラさん、そう。これはまあ、とりあえず普通に行くだけの手配。はい、何トン来てく。人のダブトンから切るっていう、あれだったか、ギョロさんは。リーチ来た。9ピン、9ピン切って完全ベタ折り。それ以外の選択肢が浮かばない。9ピン切る。あ、中筋できたんか。いいと思います。ごめん、全然見てなかった。3ピン取った。9ピン取った。おお、なんか、何、現物だけ、現物っていうか中筋と現物だけ切って、なんか広い射程になったな。ぶつかったらおもろいけど、ただパーピン、キューピン、現物、降りちゃうかな。ここでテンパったらおもろい。テンパれ。もう一丁。チーソー現物になった。テンパれ。とりあえずチーソー切れる。テンパれ。現物切れる。ギャンピン切れる。今通った。まあ、イーシャンテンは維持できない。イーマン切る。あ、イーソー切る。イーシャンテン維持できる。今取った。イーソー。リャンマン、イーマンも通せるし。
終わっちゃったか。イーシャンテン維持できない、はい、とにかく一本バードラーナハクアンコいいね。トンキルチュンキル、一応チャンタとかの種でもあるしな。あ、やば、なんか切れたな配信ツール。ごめんなさい、もういいや、動画撮ってるから行っちゃおう。はい、ごめんなさいね、ちょっと配信ツール切れました。行きます。はい、ここで萩原さんはリアンソー来たんですけど、まっすぐチュン切りたい。はい、ちゃんともあるし、で普通に面前あるし、リーチ吐く。ちょっとチュンしか切ったことない。はい、チュンかシャーか切る。めっちゃコンパクトすんな。なんで面前でリーチ吐くやん、これ。なんで2層2万切っちゃうんだろう。恨めてるし。2層も恨めてるし。何してんのこれ。まあ、2層はフォローできてないか。どっちみちリアン層は捨て牌にあんのか、これ。ここにリアン層残ってないか。はい、あれ今配信できてますか皆さん。ちょっと今 OBS 止まっちゃったんで配信ツール。はい、まあ、これはちょっと無理だ。はい、なんか、なんでこれをコンパクトにしたんだろうね。でも、ただただ面前でいてリーチ100目指してやん、こんな。やめリーチ。あ、ありがとうございます。なおなおさんも。あ、なおなおさんどうも。なんなんだろうね、これね。ここから、ギャンソーリャンマンって。そもそもギャンソーリャンマン行くなら先リャンマンじゃないのこれ。うん。なんなんだよ、マジで。いや、マジでリーチだしな。いや、マジでリーチの手なんだよな、これな。しかも、まっすぐ行ったって、ちゃんたっていう高い手も一応あるしな。普通に両面作りに行かないとな。普通にリーチしてほしいな。ターツできたら、あと一応教託もあるしな。ターツできれば泣いたりして、1000点でもいいしね。1000点上がっても2300点。うん。ちょっとマジで、染め見れないよな、これ。マンズピンズが4枚ずつあって。どっちの4枚払うの、これ。こういうのだよな。なんか本当にただただダメですとしか言えんもんな、こんな。いや、もうやめてくださいしかないもんね。やっぱリーチ手順。いや、泣きでもいい。いや、普通にまっすぐ上がりに行ってくれよ、こんなもん。点数もへこんでないのに。何を決めてんの、これ。何に向かってるかもわからんしな、こんな。いや、そうライン負けられたら。せっかくの面前手だもんな。普通に両面作りゃ。まっすぐ行って、それでも進まなかったら最悪破壊。え、そう、それしかない。うん、めっちゃいいやん。うん。まあ、基本的に安牌って考えなくていいよね。上がれそうな手だったらまっすぐ打ちます。で、1列目の手があまりにも悪くて、2列目入っちゃったら、まあ、コンパクトにしようかなっていうだけの話で。うん、別に白の安牌がなかったもね。別にここが、例えばドラ含みの一メンツとかでもさ、普通に行ったらいいもんね。うん、それだけだからな。なんか MD が悪いよね。序盤からなんか、今リーチ入ったらどうしようみたいな。いや、今リーチ入っても別に大丈夫よ、そんな。そんなもん。はい、次行く。これもいい手だね。はい。はい、トン切る。うん、これはめっちゃいい。うん、いいね。はい、ここでもういいシャンテン。はい、チーピン切る。3層引いたら嬉しいなぁ。ウーソー切る。うん、チーマン切る。最高計2冊まであるぞ。ローアンかな。まあ、テンパイチャンスはリアンソーいそうだけど。まあ、一応イペコあるし。ウーソーも先切ってるし。弱い、二刺し、完全じゃんね。ナイス。さあ。はい、ゾンさん曲なんちゃドラ9層。1、2、3で泣いたら割と上がれるかもって感じ。まあ、俺はもうすぐ泣きます。3万3ピンリアンスはすぐ泣く。
おい、自分で言っていく。キューピンチュンととりあえず切って、チュンから、これはチュンからなんか。親何杯ってこと？うん。親何杯だとしたらセンスねえな。うん。やっぱ数杯のが、下茶対面に格段に嫌だからね。まあ、あとは別にこれなんか、形だけ見ても、ジュンちゃんとか見えないし、チーピンローピン引いてもいいし。まあ、細かいことであるけど、もし親の安牌だから、チュン切ってるとかだったら浅はかっすね。普通に厄介重なったら、ね、嬉しいんだよね、これね。キューピンから嬉しい牌がないんで、マジで。うん。どういう理由かわかんないですけど、キューピンに、キューピン切る。うん。いいね。うん、パーマン切って。おい、テンパった。リーチする。うん、なんかこういうのはちゃんとリーチしてくれるようになりましたね、みんながね。あんまリーチドライチでペンちゃんみたいなの黙るっていうのはなくなってきたね。昔はなんかあった気がするけどさ。リーチドライチの愚形とか黙とかさ。こういう弾は見なくなってきましたね、ほんとね。ソライムリーグの打ち方が結構みんな、本当にやばい弾とかはしなくなってきたんかな。リーのみとかはまだあるけどさ。まあ、リーのみでもリーチ打つけど、これは。まあ、リーチのみはまだいいんだけど、リーチドライチとかの意味不明な弾、ちょっとなくなりましたね、なんかね。最近ね。はい。じゃあ行く。E ピン、Q ピン、ペトレーズ来てく。はい、上でドラリアン、そう。また夜間炎子だいね。E ピン。渡辺さん、そんな気がするよね。やっぱリーチドライチはマジで勝負手なんでね。E ピンがなんか並んでるんだな、これ。急走か E ピンか、どっちかわからん。まあ、普通は急走でいいのかな？うん。いいピン。萩原さん、グゲリーチって残ってないことが多い。両面を目指すってこと？うん、いいシャンテン。急走ローピンはどっちだ？急走から。うん、いいシャンテンになった。あとは泣くかどうか。自分、点数へこんでる。泣かない。泣いた。お、まあ、愚形から出たんで泣いた。ああ。それにはそうね。うん。まあ、いや、全然いいんですけど。うん。まあ、トップ取りマージャンでラストだから、100% 泣きのが有利か、俺はわからん、これは。うん。やっぱリーチ、チュンでかいんで、親なんで。チュンのみになっちゃう。ただ、まあ、一応、テンパイ取るメリットとしては、チュン大民間して打点上げとかね。まあ、当然、愚形から出てるから泣きたい人多いと思うんだけど。期待収支的に本当に絶対 100% 泣きかはちょっと俺もわかんないです、これは。こういうのは。いい勝負か、なんなら面前の方が上回ってるかもね。トップ率はね。やっぱ凹んでるときはがっつりね。まあ、トイメンの仕掛けあるんでいいと思います。はい、何入ペチャドラ今。はい、トン切る。まっすぐ、E ピン発注のとりあえず切ってくる。うん、順々目なら泣くでも全然いいんだけど、まあ、転売ちゃん白いですからね。数万チーソーパーソー。グケットしても、別に上がれてもおかしくないみたいな感じだから、うん、いいとこ引いた。はい、とりあえずチュン切る。これはどうするかな。自分がまあ、ほぼラスなんで、とはいえドラも何にもない。よくて面ピンしかない。うん。はい、スーピン切る。え、さっき三角座り、三角座り配信で何？ヤンキー座りってこと？三角座り配信してるやつがいて、足開いた瞬間、ブツがついてて、投げ締めした。ちょっと待って、どういうこと？FC2 アダルトとか。はい。ここでか、めっちゃいいシャンテン。まあ別に押しちゃってもいいですよね。そんなに折り切れるとも言わん。うん、てか俺は押します。普通にチーソー切ります。うん、いいと思います。あ、ロンか。リーチ、のみ。安くてよかった。保留の3まで保留になってねえもん。
保留じゃなくてベタ折りやん、これ。3万切ったらもう。さすがにもう無理やろ、これ。3万切ったら。あ、ちょっと、あー、今いたのに。飛び出したな、また。うん、もうこれはしゃあないわ。まあ、3万切ってその後がまあ、チーピン筋とか。いや、まだちょっと少なすぎますね、これね。うん。うん。これはマジで、チーソーでいいわ。もう最悪、数層ずつ縦引いてもリーチイペコあるしね。また、ハエじゃねえんだよ、これ。めちゃくちゃちっちゃい。いや、ガーというかなんかわからないやつ。もう本当にめちゃくちゃちっちゃい。0.5 ミリぐらいの。なんなんだろう、これ。なんか、ここら辺で多く発生してんのかな。いや、ほんと 0.5 ミリぐらいのやつだけ入ってくんだよね、なんか。蝶映え、蝶映えってお風呂にいるハート型のやつでしょ？それじゃない。そんな大きさじゃない、マジで。もうめちゃくちゃちっちゃい、もう。0.5 ミリもないわ。0.2 ミリぐらい。はい、次行く。おい、ドラン4。上がれば。どっから入ってんだ、クーラーからじゃないの？うんね、クーラーから、クーラーから入ってくるっても。うん。そうなんだろうけど。はい、ペイ切る。これ上がれたらでかいなぁ。何してんの？いや、何をしてんの？単野マンの。チューンしかねえや、こんなもん。ここが両面だったらいいけど、まだ。何をしてんの、マジ。なんか意味不明な打牌多すぎるな、マジ。カンニャンマンがいいとか。ねえから、そんなもん。リャマンポンされたら手配死ぬわ、こんなもん。ち、引くんかい。いや、よかった。ライデン応援してるからね、よかった。セーフ。ん、パーマ。いいよ。あ、伊達さんのあれか。リーチ3色か。うん、しゃあない。え、シャーチャドラーな。え、しゃーなくねえわ。なんだ、チーソーはマジで。チューンしかねえで、こんなもん。タンヤンワンだからさ。ローパースを引いたって。ローパースを引いたって普通に嬉しいしな。ローソーなんか引いたらもうタンヤンがめちゃくちゃ見えるしね。マジでなんすか、これ。どうやってこれチーソーが浮かんでくるんだろうね。聞いてみたいね、ほんとね。うん。マージャンが何年進化しようが、強者で100人中100人チューンしかないから、うん。もう、終わり。もう、すべてのマージャン強者が意味不明としか言わないよ、こんなもん。何のメリットもないもんな。何のメリットもないんだけど、まあ、チューンが重なったら嬉しいってあるけど。単位方がないもん、今、現状がね。まだここが3ウーマンとかでもまあいいかもしれんけどね。うん。2、3万ですら俺残すかもな。ああ、まあそんなぐらいだもん。まあ2、3万だったらいいけど、やめんだったら。じゃ、マジで何なんだ、これ。さすがにイラッとすんな。うん。どんだけ形決めんだろう。三巡目で、馬強なしというか、ね、自分点数浮いてもない。ラス目でこれやられたら、廃校率とかもう何にもねえやん。麻雀における廃校率とか、これが静着だったら。何でも OK だしね。ラス目でドライオンで、こっからチーソーで、そんな変わりません言われたらさ、もう何着ても OK だしね、こんな麻雀ね。うん。麻雀の静着とかなくなるよね。ただターツできたらもう、数杯切っていいですみたいになっちゃうから。今回やっぱ単野はあるかな。はい、次。でも見てるしもあったら、うん。で、それを誘発するな。確かに、それはね、そこまではなんか腹立たなくなってきたわ。うん、ライデンだからかもしれんけど。てか、元なんだよ。やっぱ元が、堀さんとか中林さんとか白鳥さんとか、渋川さんとか、他の男子プロのなんか上手い勝又さんとか、まあ、松ヶ瀬さんとかだったら普通にイラつくかもしれんけど、萩原さんだとなんかイラつきもしないよね。うん。はい。ね、なんでこれは ?789 ってことか。789ってことか。なんでこれが9万切らんかなと思って。さっきチュン残してチーソー切ってる人が。なんでこれが9万切らんと思ったけど、789ってことか。それ以外ないか。
さっきのチームは残して、この白残さんって意味わからんもんな。まあ、79か、今回は。いや、でも、それ言い出したらさっきの単4のがいいやん。こっから79って言い出したら、なったらでかいけどさ。下茶とも近いしな。逆なんだよな。さっきの地位層か、この9万どっち切りたいですかって言われたら、強者の 100% こっちの9万だねって言いそうじゃね？うん。こっちの9万切っても別に、あ、そうですかで終わるやん。あの地位層は違うもんな、やっぱな。下からのアングルで、体質座りでブツ、足に挟んで隠してて、女声だから騙された。1時間待って、やっとご会長かと思う。それなんなん、サイトが知りたい。FC ツアーダルト。ライブって見ないですよね、俺。しかも課金って高いでしょ、だってあれ。1分60円とかだよね。うん。はい、なつさん、お疲れ。嬉しすぎる、何が。ありがとう。何は？何だこれ？シャア？白着た人はシャア？二層？三色は見るけど一通は見ないんだ。何デイリー V って？シャアではないんだ。一通は見ない。何これ？シャア？9万？シャア。9万めっちゃ残すな。で、この9万別にいらんけどね、そんなね。789そんなならないんで。厳しすぎる。そんなやったらさっきの地位層マジで残してほしかったな。ローソー引いた瞬間にめちゃくちゃ嬉しいのだからな。さっきの地位層にローソー引いたらめっちゃ嬉しい。この9万にパーマチーマン引いても、あ、そうですかってだけだしな。泣かなきゃ上がれないし、こんなもん。やっぱ何かがバグってんだよな。全然ちゃうもんな、価値が。同日トップ。で、どういうこと？ごめん、わからん。マジで何？どういうこと？9万？さすがに9万か。それしかなかった。TikTok で。あ、TikTok でそういうエロもあるんだ。ガチで熱いエロあったら、じゃあ教えて、ちょっと。TikTok 入れとくわ、俺も。教えてくれ、ちょっと。マジでその素人もんに関しては、本当に俺も、好きなので、ガチでそういうのあったら、連絡して ?DM 送って見るわ。ビースト一着一着。あ、そうなんだ。今日ビースト一着一着なんだ。中田さんと鈴木大介さんか。あ、そうか。それでそんな嬉しいんだ。気持ち悪。M リーグで好きなチームがトップだから嬉しい。キモ。え、リチャ行った。まあ、2万ぐらいしかねえか。パーピンがあるか。もう、これはもうどうしようもないんで、パーピン来てベタ売りする。エロはない。即番？え、エロはないの？ご会長って言ってたよ。エロじゃん、それ。どういうこと？エロじゃないの、それ。エロじゃ、何なの？何それ。エロじゃないの？ビーストはまだ渋川さん、菅原さんが、うん。はい、ラスト前、日本馬、ドラトン。うん、まあもう普通に言ってください、もう。2万、9万、あ、9万からか。うん、しゃあない、うん。ちょっとこれはまあ普通にもう面前でリーチ目指して。キモってのが常連じゃないとマジに捉えちゃうんだろうな。うん。そう。そういうのがあるからね、コメント打ちづらいのかな。うん。大丈夫ですよ。僕に敵意をね、向けたコメントとか以外はね、皆さん安心してコメントしてください。はい。誰もが不快にならない返答をしてるので、ね、あ、誰もというか、その本人が、周りから見るとね、うん。なんか俺があたかも怒ってるように見えるかもしれないですけど、そんなことはないので。ハギ、今季ずっときつそう。ツモの流れってことか。晩ご飯にハンバーグとエビフライが出てきたような感じね。うん。素人ものはマスクが多くて。いや、マスク多くてもいいよ、俺。中田さんは負けたら下手すぎって言われても、勝ったら運良すぎで誰でも勝てるって言われてかわいそう。
いや、まあそれもさ、いいよ。中田さんはそういうキャラで。うん。確かに、それはもうしゃあない。やっぱ初年度があるし、実際上手くないから、上手くないってイメージ持たれたら、それを上手いってなるのは、勝ちを積み上げるしかないわ。うん。それこそ中田さんが、例えば、本当に上手い堀さんとか、例えば、誰でもいいけど、全く同じ打ち方しても、結果がついてこないと、何してんだってなってる可能性あるから、やっぱり。でも結果で、やっぱ素直に中田さん打って、で、まあ、素直に今日みたいに打てば普通に勝てるから、それで、あ、中田さんも上手くなったねって。で、ね、昨シーズン大負けだったから、それがなくなって、勝利積み上げて、で、なんかイメージ変えていくしかないからしゃあない。うん。実際去年が、まあ、やっぱり普通に見たらひどかったから。なんか鎮逸、見落としみたいな、瞬短期とかあったしね。昔ニコ生でずっと脇打つしてる人だけど、あれはエロになるのかな？脇は大丈夫じゃん。はい、アハさん。TWI ビデオに流出系溢れ返ってる。あ、マジ？ちょっと検索するわ、今日。東京モーション一興、マジか。運良いイコール悪口になってる。麻雀界隈。うん。いや、写メ、いや、写メメモるのよりは写メの方が早いなと思って。うん。はい、じゃあ行きましょう。で、スーワンね。はい、まあ、トーンは、ね、チートに見えてきたから、トーン切らず。うん。まあ、3層切って、トーン立て重なったら高くなるみたいな感じで3層切る。あ、ツイッター補助ラン、ツイッター補助ランキングってなんか、どうなんだろう、あれ。おぉ、トン重なったな、いっす。リアンピンがねえな。トンローマン。まあ、ローマンが普通でいいかな。え、スーピン、サンピンも、テンパイチャンスは1枚しか変わんないけど、まあ、ピンフの役がないとかあるし、アンズ、うん、まあまあまあ、スーピン、サンピンが普通だと思います。いや、保存ランキングってなんかいいのないやん。いや、てか、送ってください、アハさん。本当にいいやつ。うん。じゃあ、俺いつも、月に1回は常連はスパチャしろって言ってるけど、俺が本当に抜ける動画送ってくれた場合は、それ免除するわ。うん。なんなら俺がお礼するわ。抜けない場合は普通にごめん、普通に言うけどね。立たなかったとか普通に言うけど、俺。ヤマモがね。ヤマモだな、やっぱ一番は。もうなんかヤマモが、俺が教えてくれって言うたびになんかもう変な気持ち悪いの送ってきてたからな、あいつな。もう小学生がランドセル背負ってさ、おっぱいもろくに膨らんでないみたいなエロ漫画送ってきて。いや、ちゃうっつってマジで俺は。で、なんかさ、なんか何、妖精みたいな。悪魔とかなんていうの、耳からなんか生えてるような送ってきて。エロ漫画好き、エロ漫画好きっすね。なんか、1年前ぐらいから、エロ漫画にはまるようになりましたね。うん。なんかやっぱ、動いてないからいいんでしょうね。その場面で、いい場面で止まるから。保存ランキングツイ動画は最強だったのに、最近は外人に乗っ取られた。マジか。はい、じゃあ、ラスマエなんちゃドラガーローマン。赤ウピンがある。うん、とりあえずシャー切って。これは、まあ、上がちょっと見えないが、ラソエある。普通にまっすぐ。まっすぐだけど、一枚切れのナンはダブなんか。なんなんだろうね、これ。まあ、9万でいいのかな、普通に。なんか、ダブなんからか。これはダブナン打つなら白髪のがいいやつかな。ラスメだとね。これが別に平均的な点数とか上がればいいんだったらいいんだけど、これだからもう、だから多分白鳥さんとかそっち系の人はもう何キルなら白髪しかねえって言いそうやな、これな。染まれば高いって見方もできるけど、ダブナンドラドラでかいしな。うん、最近のセオリーだと、やっぱダブトンとかダブナンはやっぱり、
打点欲しいときは、1枚切れでも白、初切りになってくるって俺はそのイメージだね。うん。俺もそうしてるね、最近は。はい、初切る。うん、急速切る。おい。お、怖い。とりあえず何も考えずに急走切ったらって感じ。ウーソー2枚切りだけどな。やっぱウーソーチーソー引いたら普通に両面できるしね。一応赤とローマンある。まあ両方使おうと思うとローソーから多発できても意味ないとかいう発想かもしんないけど、別に、やっぱローマン縦引きとかした時にね、別に両面あったら両面あったで嬉しいからね。まあとりあえずは急走切って考えたらって思うな。順目早いからな。まあ、マンズが、いっぱいあるから、そっちってのもまあわかるんだけど、満足してきた。急走切る。こうなってきたら、まあ、泣く回、ここら辺からだよね。予想切ったとこ。泣く回ないんちゃう。ウーマンとかだったら、唯一仕掛けても、ウーマン、ギャンマン、ギャンマン、どうなんだろうな。どうするか。親密。ああ、これもなんか多分 M リーグのメンツってのが入ってるから、なんかあんま泣きが選択肢出てこないんだろうな。確かにネットマージャンだったら俺絶対泣いてますわ。高いから。M リーグだとやっぱね、ガツガツの親密がほんと絞られちゃうからね。なんかあんまり泣きたいってイメージじゃなかった。まあただこうなるとさすがにチーマンとか、もういいシャンテになるんで泣けばね。ウーマンもね。それはまあ泣くかな。さすがに。ちょ、おい。おう。ありか。ありか。もう、鎮逸だけ見て。いや、ありかって言うけど、本当に、絶対、赤ウピンとは思わないけど、そうは思わないけど、まあ、あるかもしれない。おい。最強なとこ引いていくね。ヤンウーマン、ロッキューマン。おい、ち。これな、これ。6球間に取るか？ギャンウーマン3間に取るか？枚数数えてくれもん、はい。ウーマン現物だしね。リッチャーの現物だし。はい、ギャンマンももちろん筋だし。はーい。なんかこっちの方がいいんじゃないかな。積もられた。8対5。枚数差どうだったかな。まあ、ただまあ、これは現物狙うって意味でこっちで打つそうだけど。枚数差はまあ、6球間は簡単か。6枚か。いいよね。6球間は3枚3枚っていうだけだよね。まあ、一応、羽間になるって魅力があるのか。あ？こっちは3万だけ羽間。こっちでやると6球満のローマン跳ねマン。3枚で跳ねマン。2枚で跳ねマン。でも現物待ち取れるから、まあこっちだろうけど。枚数的には、6球満6枚対、リャンウーマン3万は、1、2、3、4、5、6。6対6じゃない ?6 対6かな。鈴木大輔さんが言ってしまった。自分はもう下茶をまくることだけというか、まあ、ラストやるけど。急走急ピン閉じ切っていく。何も出てこないな。何にも出てこない。ロウソク吐く。第3ゲもちょっと追って、はい、馬切る。これはね、萩原さん多分3層切るんやろ。まあ、俺はまっすぐ吐くで。違ったね。なんか、点数がマジでないから、やっぱ第3ゲ見るかなと思ったけど、この形からはまあ、もう、まっすぐ方向に。痛い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 。なんでわざわざ1枚から切ったんだろうね。
さっきのダブナの時は、素直にダブナ、あ、素直にというか、まっすぐ一枚蹴りから来たのにね。これは、ションパイ、え？残さんかったんだ。いた。なんだこれ。まあ、なんか、3ピンか6ピン切る。パクなんだ。まあまあ、両面作りに。両面作りにって言うけど、まあ、まあ、椅子マンが弱いからいいんじゃない？いいと思います。パツ、いた。痛すぎ。おぉ、いいシャンテになった。ここでは安全な椅子を残していく。ローピン。そう、ローピン。ペイ二枚切れならペイラスだし。それが普通だと思う。先輩取っていった。上がった。はい、自分が3着浮上してオーラス、自分親、まあ親なんで上がるしかない。ペイ切る、シャア急走切っていく。ナンは何じゃんこれ。急走しかねえやこれ。でもこんなボロボロだしな。いやもう普通に、もう何も考えずパンパンねえで、もう。やっぱ厄介重なりは一枚切れだけどさ、やっぱ手配考えると、やっぱ普通にまっすぐ上げる率高めるとなると、やっぱりなんじゃないと思います。切るもんは。急走だと思う。すいません。いやー、奇跡的に終わった。トイメン頑張れ。伊達さんか、トイメン。これはね、下茶に絞って、まあちょっとまだ絞るもんないから、とりあえずイーソー切って、ああ、チュンか。まあいい、まあとりあえず方針としてはもう下茶にがあの絞り尽くして、トイメンの上がりを願うって感じかな。ちょっと普通にまっすぐ自分上がりに行ったらもう下茶に泣かせる範囲も普通に切っちゃうから、もう方針としてはもう下茶にとにかく泣かれないって感じで。でも俺がまあ、イーソーとか言ったのはまあもう本当に宝珠だけしたくないからね。ドラのリアンピンが1枚持ってる。残り6枚ドラ見えてないから。で、トイメンにザンクとか振ってもらっちゃうんで、もうこの瞬間から完全ベタ折り。とにかく下茶には泣かしたくないんだけど、まあ、例えばウーピン早いから、まあ、ちょっとここら辺は個人差あるんだけど、もうなんだろうな、もう、伊達さんにこの後言うの、いや、もう、なんかもうめっちゃチーピンとか。なんかちょっとそういう、人によっては切りたくないっていうような牌を俺は切る。チーピン3ピンとか。いや、それチーピン3ピンが下茶に泣かれるやんって言うかもしれんけど、やっぱりウーピンがこの、ここで出てきてるから、やっぱりこれ自体の可能性が高いんで、まあ5、6から5来たとか、そういうのが低いから、3ピンチーピンとか、もうとにかく誰にも補充しないって方針でいくかな。もうちょっとね、2件仕掛け入ってるのに、自分がパンパンでいって、上がりきるはちょっと本当に可能性低いから、で、ドラム見えてないんでロンって言われてやだから、とにかく自分が下茶絞り切って、下茶の上がり率下げて、で、後々ね、やっぱ3ピンとかチーピン切ると普通に振っちゃう範囲なんで、だからまあ一応俺はそんな感じ。ちょっとこれはね、マジで人によって、てかまあチーピンとか3ピンとか切る人多分いないんだけど、俺はマジでそんな感じ。俺はもう本当にそれが一番いいと思ってる。AI とかも切らんけどね。だけど、やっぱ下茶のウーピン見て、いや、これがもう両面固定だったらもうしょうがないから。だから俺最初言いそうって言ったけど、もう 3P チーピンに変えるわ。とにかく下茶に普通に泣かれる牌をもうマジで切りたくないから。ウーピン牌だけでやっぱり 3P チーピン泣かれづらいんで、もう下茶にだけ泣かれない。で、トイメン何牌溜め込む。で、イーソーとかチューンとか溜め込んで 3P チーピン切る。はい。まあ、ただこれは。で、萩原さん普通にチューン切った。ローソーツも。もう、打ち出す際がね、もう嫌なんでね、もう普通に。急走も嫌だし。全部嫌だから。
なんかツモいな。いや、なんかツモいな。3万と一度し。なんかツモいな。大変なドラさんのいいシャンテンだった。うん、これは粘ったかやりましたね。俺はマジで、本当に下茶に絞り尽くしてるから。もう、本当手になってないですね、俺は。ここまで行ったら、まあ、それパーマンっていう選択肢しか出てこないか、この手は。ここでもうし、ここで下茶とか対面にケアしてはちょっと違うしな、ここまでの手になったら。うん、これはもうパーマンして。まあ、ここまでなったらもう、完全、自分が上がり見ます。もうドラさんもあるし。パーマン切る。不調者あるある展望減らしてから手が良くなる。うん。なんかめっちゃすごいツモ来たね。しかもなんか下茶に泣かれづらい牌を普通に、キューピン、ん?イーソーキューピン、トン、キューソー、ハクみたいな切ってね。ここまでの手になったわ。ウーソーチーもおもろいけど、まあ泣かないんじゃないですか。さすがにな。はい、泣かない。はい。3万か。まあ、やっぱこれもね、それまあすぐなる老僧だけどね、やっぱ3万切りたいっすかね。まあまあすぐか。うん、まあ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 、ここまでいてなんで、これは否定しません。はい。うん、泣かれなくてよかった。勘入った。あ、これか。ここで鈴木大輔さんがここでペンウーマン積もう。あ、違った。次だった。はい。そうですね。はーい。うん。まあ。はい。ただまあまあまあ、結局ラス回避はできた。はい。はい、じゃあそんな感じでした。萩原さんは、だからなんかチーソーとかもほんとね、もうなんかまっすぐ行ってくれって感じで。もうあれが、あれしか覚えてないわ。伊達ちゃんの読みも鋭い。ああ、これは伊達さん見たんでね。鈴木大輔さんの検討してるときに見たんかな。読みもねえだろ、この。うん、ただ、手進めるために暗算しただけだろ。この状況で、まあ、リャンマン来たら補充だったけどね。うん。うん。まあまあいいか。鈴木大輔さんの時見たんでいいか。はーい、そんな感じでした。いいかな。インタビュー深く語ってました。え、何?教えて。それが深く語って鈴木大輔さんに闇点入ってそうとかだったらすごいな。どうやって、まあ、鈴木大輔さんが778切って早そうみたいな感じ、もうテンパイしてそうみたいな、まあ、ただまあ逆に言えば切るもんないしな。老僧とかリャンマン、うん、太郎さんに安全ちゃう?3万3万と言うとどうしちゃうもん。うん。下目の仕掛けも入れられたくない。まあ、それはそうだね。確かに。うん。でもこれなんか、778層だから下で作ってそう。うん、うん。まあ、それは知らんけど。うん。まあ、778層の落としがちょっと異様ではあるよね。うん。まあまあ。まあ、正直まあ、それはいいわ。うん。まあ、別にそうで本当に当たってたのすごいし。うん。まあ、何でも、ごめん、別に伊達さんが後付けで言ってるっては全く思ってないんだけど、マジで何でも言えちゃうんだよね、その。うん。うん、当たってりゃ、あ、すごいなるし。うん。完全に外れてることは言わんだろうし。うん、いや、てか分からん、ごめん。インタビューって何?インタビューってセンスってどういうシステムなの?他の人の手は知らずに語ってんの?例えばあそこはどうでしたねって言っても、知らないってこと?
他の人のことは知らないから後付けでは言えないインタビューでは。あ、知らずに言ってるか。まあまあ確かに778の想像としてるから早そうとかはあるんだけど、うん、そういうことね。うん、まあそうだね。うん、あ、知らずにね。うん、まあ確かにまあ。うん、まあまあてか、まあ、普通にこれはな、インタビューの間に CM あるからね、パパって見てるかもしれんか。まあ別になんかこれ別にそんな読みとかよりまあ別に普通に関して、大輔さんとめっちゃ焦ってるしな。うん、そうそうそう。なんか、何かを逆に論争切ったとかだったらすごいけどな。うん。いやいや、論争切ってもすごくないけど。うん、ね、なんかまあまあまあいいわ、これは。うん。これはまあ別に、あ、言ったか。鈴木大輔さんの時に俺が言ったのは、まあ、暗感するデメリットは、まあ、この局面ではあんまりなさそうって言ったんだな。うん。例えば鈴木大輔さんと3900とか離れてると、ん？いや、なんだよ、ドラを他の人に乗せて報酬が嫌だけど、今回1800点差だから、誰に論って言われても、まあ終わっちゃうんで、2着落ちて。うん、だからまあ、新ドラ乗せるデメリットもないし、で鈴木大輔さんも1800点だからね、鈴木大輔さんにドラ乗せたか、関したことによって鈴木大輔さんが条件満たしちゃったって、もうまあ、それもまあちょっと考えづらいしね、赤ありマージャンでドラが自分ゼロなんで、鈴木大輔さんの手配に1枚はなんかドラあるでしょっていう感じなので、別に、ドラ増やすメリット、ドラを増やすデメリットがあんまないから、普通にただ手を進めて上がりに行くっていう、それだけで、まあ、うん。ユーピンが3枚見えで、想像も出来上がってそうだから。わからん。うん。想像出来上がってそうって言うの、想像って両層ポン、チーソー、3、4、5。うん、ちょっとわからんね。うん。ちょっとまあ、そういうのはね、うん。むずいね。マンズが怖いってこと。ああ、いや、まあ、それ、相対的に見たらそうなるか。うん。下茶に対して何が怖いですかって言うと、まあ、それはピンズだったらイスーピン、リアムピンしかないし、泣かれるとしたらリアムピンしかない。で、まあ、ソーズもまあ、778来てるからね。で、しかも3層嘘とか来てるからね。まあ、そういうことね。うん、確かにまあ、他にどこ残ってますか言われたら、もうローピン早すぎて、ピンズのリアムピンとタンヤオだったらね、マンズしかないって、うん。消去法でそれしかないよねって言ったら、まあ、ギャンマンは確かに。チームも嫌だね。うん。それはそうだな。うん。河村さん、萩原先生。河村さん、萩原さんの席座ったら何かやりようがあった。いや、そんなになかった気がするね。これ、萩原さんの動画だっけ、俺。なんかエロいこと、なんかエロ動画の話しててなんかもう忘れたわ、もう。うん。萩原さんの席座ってて、もう俺だったら上がってるわ、みたいなやつはなかったね。うん。なかったと思う。うん。あ、ウーピンが3見えてか。あ、ウーピンが3枚見えてるから、想像もできやつとか満足は。まあ、うん、まあまあまあ。確かに77層が怖い。うん。まあ、どういう思考なんだろうね。まあ、リアンマンが泣かれたくない。うん、まあまあまあ、いいんちゃう。これは別にただな。もう下茶と点数近すぎて。だって、天敗能天でもダメだもんな。うん、だまあ、普通に、ただ、リンシャン引きに行ったらいいんちゃう。あの、初切りの難産はね。ああ、初、あんこったやつね。うん。確かに。途中、順目回しながら、内容上の空でエロトークしてるみたいに。うん。いやあ、ガリ食ってなかった。うん、まあ、ええや。うん、萩原さんだからね。まあ、伊達さんもまあ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 、いろんな理由、まあまあ難しいっすよね、麻雀ってね。まあ、伊達さんの話はいいとして、伊達さんはちょっと俺もわかんないしね。あれ、何だったっけな。俺、なんか言おうとしたんだよな。ああ、なんかね、ちょっとごめん。誰とは名前言わないけど、ちょっとタイムラインで、ツイッターのおすすめで、いや、なんか言ってたけど、後付けだろみたいなのが、そうだそうだ。
伊達さんじゃないんですけど、なんかそういうのあったんで、うん、なんかそういうのはあんま言ってほしくないなって感じですね。伊達さんは関係なしにね、うん、まあいいか別に言っても、うん、なんかたまたまなんかツイッターのおすすめで、茅森さんがなんか言ってて、いやそれって、いや実際違くねみたいな、なんかツイッター見かけて、うん、ちょっとそれだけだから全くわかんないんだけど、うん、なんか結構そのツイートがまあ正しかったとするなら、いや茅森さんって結構検討とかでなんかそれっぽいこと言ってるのかなみたいな、あリーパイ読みだったかな、うん、だから後付けだけはすると、まあその茅森さんも後付けだと言ってるわけじゃなくて、うん、なんとなくカッコつけてリーパイ読みだとなんとか言うとボロが出るから、まあまあ本当に思ってることだけ言ったらいいのになーみたいなのを俺は見ながら思ってた。うん、まあ茅森さん別にね、本当に思ってること言ってるっていうなら別にただのおせっかいなんだけど、うん、ドラのペイ切りね、そう多分それか、それなのかな、じゃあ、うん、だからそれか、それだ、それ。マンズの、なんか、マンズの左から3番目からリーチが出たからどうたらこうたらみたいな。それ関係ないやみたいな、なんかツイートだったんかな。うん。まあまあ、本当に本人が思っていいんだけどね。なんかその場でプロだから、なんか言わないと恥ずかしいみたいな感じで言うと、ボロ出るから、ね、ガチ勢から見ると、いや、こいつ後付けで言ってるだけじゃんとか思われちゃうから、もし思ってないならあんま下手なこと言わん方がいいよなって思ったっていう。うん。まあ本人が本当に思って打ってるっていうのはもうしゃあないけど、それはね。うん、別に間違うことだってあるしさ。うん。まあ、あるやん。リーパイ読みで、この位置からこれ出たらここ危ないんじゃねえかって思ってそう打ちました。だけど結果そうじゃなかったよねって言うんだったら別に、うん、仕方ないんだけど、そうじゃなくてなんかそれっぽく理由つけてやろうと思って、ね、ドラのペイを切った理由として後付けしてると、本当にガチ勢からすると、他との一貫性とかなくなっちゃって、いや、それ絶対、後から、つけてるだけやんとか思われちゃうと一番損だから、やめた方がいいよねってちょっと思ったって話か。はい、まあいいや、終わろうか。はい、萩原さん見てきましたけど、この動画も52分になってしまった。もうダメだこれ。寝てくださいもう皆さん。うん。麻雀が強い弱いに関わらず、理由付けが上手い人いるよね。素直にすごいと思う。まあ、本当にね、ある程度上手かったらね、いくらでも言えるわ。うん。例えば俺でも、いや、いくらでも言えると思うな、本当に。自分がミスったと思った場合でも、瞬時にして、いや、この理由だったら、まだ納得させれるっていうのは、いくらでも言えるよな。まあだからまあ、それもセルフプロデュースの一つだよな。本当にジャンルがあれば、うん。まあ俺は一応みんなの前で配信とかしてるから、まあそういうのもあんましないとは思うんだけど、本当できると思いますわ。うん。瞬時にして、いや、この理由は苦しいみたいな。うん。自分はこう思って打ったんだよねぐらいだったらさ、別にその理由が違ってもさ、おお、すごいって思われるやん。うん。だけどそれが、ジャンル力がないと、きつい言い訳もあるしね。リーパイ読みするとみんな並べてくれる。うん、そうそう、リーパイ、そもそもリーパイ読みがちょっと疑問に思ったんだ、あれ。かやもりさんのあれは。いや、リーパイ読みした結果こうって、それ言っていいのと思って。それってなんか、俺は、みんなでリーパイ読みはできるけど、あんまやるのやめましょうっていう暗黙の了解だと思ってたから、かやもりさんが普通にリーパイ読みでこう思ったっていうのは、え、そんなん言っていいんだって思った。それが第一印象だったな。うん。大井さんの語論もそうだけど、X の批評家厳しいよね、麻雀が。まあ。ああ。そうだね。まあ、だから結局、ちょっとでもう一つ行くと、ボロ出た時に、きつくなっちゃうんだよな。素直に言ってると、やっぱりね、結局なんか、バレないというか、嘘ではないので、プロの肩書きにとらわれてごまかそうとするのはきつい。うん。園田さん口うまい印象がある。うん。だから園田さんとかもそのレベルをやると、まあ俺でもマジで、普通の人からしたら、え、すげえ、みたいな。まあこれは良くなかったけど、俺はこういう理由なんだって言ったら、あ、すごいねっていう理由は多分簡単につけれると思うので、まあ、だから M リーグの人とかもやっぱり上位陣になるとそれもできてしまうから、うん。それをさらに
いや、これ今つけてるだけやろっていうのは相当見抜くの難しいから、うん。してもいいけど、言わないでほしかった。うん、そうだね。リーパー読みに関しては、俺はそう思ってたから、うん。ああ、おいさんね。うん。いや、だから、俺はついたてでも作って、本当にできなくした方がいいと思うけどね。視聴者が見てるから、なるべく並べましょうってのがある。いや、だからもう特殊な感じしたら。まあ、難しいか、特殊な感じにするの。ついたてはちょっときついよな。特殊な卓視聴者からは一段下げるとか、まあ無理だよな。手配だけなんかがっつり下げてさ、一応可能だよな。見てる人からすると手配が映されるから、別に全く同じ。だけど、対局者同士は手配ががっつりその展望入れのとこに手配持ってきてて、できるよな。展望入れのとこを取っ払って、灰置きにして、一段低いとこから手出しする。とかだったら、リーパー読みできなくできるやん。な、大体はわかるけどさ。でも、大体しかわからない。左の方とかしかわかんないじゃん。うん。それこそなんかつまみながら切ったりしたらわかんないし、なんか、本当はなんかそういうのしてもいいと思うけどね。やっぱりその、上位陣の大井さんとか、有利になりすぎることはありそう。うん。まあもちろんそれも麻雀実力って言っていいなら、いやいや、実力なんだけど、あくまで M リーグは視聴者のために、なるべくリーパイしましょうはあるじゃん。だから、それがある以上、それを守ってる人はめちゃくちゃ不利になっちゃう。で、なんか小賢しい、なんか泣いた時にバレーヨンに並び替えとかをちまちましてたらやっぱり有利になっちゃうから。だから、なんか決めたらいいっすよね。うん。何か決めれたらね。うまいことね。うん。リーパー読みとか全くできないけど問題ないですか？うん、フリーだったら問題ないと思う。そんなみんなガチャガチャ入れ替えてるから、そうそう、小さい壁だから俺もついたて作ってって、うん。だ俺もそれでいいと思う。だからまあ、それか今俺が言ったみたいに、手配だけを、がっつり下に下げることもできるやん。展望入れのとこにさ、なんか作ってさ、とか、なんかできる。うん。はい、マークさんよろしく。まあ、リーパーしてほしいよね。あと、大輔が山ずらさないか、手配見えてきちゃう。うん。あ、堀井さんがリーパー読みでない。うん、いや、それはめっちゃできると思う。俺も、ジャンリューモン時代は、ジャンリューモンって、手出しの位置が同じだったんだけど、まあ、かつての MJ とか、まあ、今の MJ も知らないけどさ、ゲーセンの MJ もそうだったんだけど、うん、だってそんなん、ね、それできるよ。左端から3万出てきましたって、まずもうないやん、2万。左端から3万出た時点で2万現物になるしさ、現物っていうか、当たらない範囲になるし。うん。例えば、イーソーが、ま、なんか、7番目から出たとかだったらさ、まあ、イーソーがもう一枚あったら、ね、いや、要は、まん、ね、なんて言ったらいいんだろうな。万ピンそうだとしたら、イーピンか。イーピンが6番目から出たって言ったら、5番目にイーピンがある可能性あるんだけど、少なくても5枚か4枚しかマンズないやん。で、まあ、高確率で、5番目から1ピン出たら4枚やん、マンズ。ってことは4枚だったら、もう、一メンツとジャントーとかは無理なわけで、4枚しかマンズがないって読めたら、絶対に街に絡むから、チート以外はね。だからそうやって読めちゃったら、有利になりすぎるから、だからそれはだから俺はジャンリューモン時代は本当に俺マージャンパイ並べてやってたからさ。うん。もう本当に女が隣いたら女にマージャンパイ並べさせたもん。左5から3層とか言ってさ、もう全部裏返して、切られた位置に、はい、置いていくだけ。14枚スタートするやん。で、左から5番目から3層出てたって言ったら、もうその3層の牌持ってきて、リアルで。5番目に3層を置く。うん。ってやっていけば、まあそれは頭の中でできたらいいんだけど、うん。やっぱそれができちゃうので、まあどうにかね、だからどうにかだから、カチャカチャ入れ替えるでもいいと思うんですけどね。うん。ヘッドか自敗はとりあえず左端に置く。まあ自敗もそうだね。うん。意外とこと変わらないって結論出してた。なあ、意外とやること変わらないか。
まあ、それをどこまで過信して押すかってのもあるしね。ただ、本当に全部を、将棋みたいに、ずっと考えてやっていいとしたら、全部覚えてたら、本当の完全リーパイならだけど、めちゃくちゃ有利になるんじゃないですか、やっぱり。うん。で、それこそだから、左端から3万出たら、ね、3万来た後になんかリーチ来たって言ったら、イーマン王だからもう、安牌として切れるやん。やっぱ安牌の枚数も増える時点でめっちゃ有利だし、ね、そもそもベタ折りの時に今切れるのも本来の無筋が切れる。でも全図でも切れる。とかあるから。うん。泣いた時のリーパー読みとか、うん、確かに泣いた時もやばいな。うん。だからまあね。いや、難しいですよね。だ多分中田さんとかに関したらほとんどリーパイしてやってるから、それをだから他の人が完全に、記憶してリーパイ読みされた時にはやっぱ不利になっちゃうし、なんかね。うん。M リーグ出てる麻雀プロならリーパイ読み可能、うん、いや、可能と思います。まあ、男子プロは。男子プロに関しては全員可能レベルと思います、やっぱり。うん、特に M リーグだったら本当にこの1試合に集中してさ、どんだけ疲れても、その1試合に集中できるから、うん。だからまあ、どうにかね。だから俺が言ったその1段下とかに置くとかっていいけどな。なんかできないかな。いや、特殊卓作れるんじゃないですか。そんなガツッと下じゃなくてもいいじゃないですか。要は、ハイの分だけ下にしたいんじゃないですか。わかります？ちょっと書こうか。ペイントで。なんかタクがあるでしょ？ちょっと俺、立体化書けないな。こう立体あるでしょ？ほんで普通は、手配ここに置いてるやん。ここに置いてるやん。ここに置いてるやん。で、ここに天箱入れあるでしょ？ここに天棒入れあるけど、ここに麻雀牌1個分だけへこみ作って、ここに置いといたらいいやん。溝というか、ここに置ける。だからこの、ちょっとこういうくぼみ作ってさ、ここにこういうくぼみ作って、ここに、こう、麻雀牌1個分だけ、ここに、ま、これをさ、こっちに、矢印のこれ、ここに置いて、うわ、逆に分かりづらくなった。ここに1杯分だけ、ここは1杯分だけ、そんなガツッと最初ここら辺に下にしようかなと思ったけど、1.5 杯分だけここに下作って下のゾーン。ここに麻雀牌を置く。ここに置いたらカメラは、普通にここ映せる。で、切る人も普通に切るから、見てる人が普通に見える。だけど実際ここに乗ってないから、こっちの見る人も、左端から出たかなとかわかるけど、位置まではわからん。だから何番目かが、いや、なんか左ぐらいかなんだと、やっぱさらにここで入れ替えとかできるから、ね、カチャカチャ入れ替えとかもそれするからさ、うん。左さ、うん、そう。だからフリーとかの普及は全く想定してなくて、M リーグのみ、ここにくぼみ作って、一段、ね、牌を 1.5 万円分だけ、ここになんか置けるスペース作ったら、別に何にも不自由じゃないしね。うん、落ちそう。いや、ちょっと溝深くしておいて、奥に。奥は深くして。うん。
これだったら一番なんか俺楽な気がしてきた。最初俺もさ、あんま考えたことなくて、いつもさ、ついたて、ついたてって言ってたけど、こうやってついたてをさ、作ったらって言ってたけどさ、こうやってね、ちょっとこれ現実的じゃないよな。ついたてを飛び越えてさ、こうやって切らないといけないから、ついたてをこうやって飛び越えて上切るのがちょっとしんどいから。あ、見た目が、ああ、まあ確かにそうですね。四角がやりづらいのか。まあそれは頑張ってくれ、もう。うん。少なくてもリーパイできないだ、読みできないだけでめっちゃいいと思うけどね。うん。それかなんか暗証番号システム。いや、これは無理だな。麻雀牌に、電子の麻雀牌で、E マンっていうのはこれがあくまで液晶で E マンって表示されてて、牌が並ばれ、いや、ちょっとこれは無理だな。で、切る瞬間に、ボタンを押すと暗証番号システムで並びが変わって、その牌を切る。言ってる意味多分わかんないですか、あんま。見た目は普通なんだけど、デジタルで表示されてて、麻雀牌が。だ本来ここに E マンって表示されてるけど、こいつを切らなくても E マンっていう判別ができるから、切る寸前にボタンを押してポチッと、ボタンを押すとパッて完全ノーリーパイになって、E マンを切ろうって思いました。ノーリーパイボタンポチッと押す。全部が入れ替わる。で、その全部が入れ替わった中の E マンを切る。ポチッと押す。戻る。それはきついか。でも将来的には別に俺の今言った案が採用される可能性あるんじゃないですか。結構適当に言った割にはいい案だと思うけどね。うん。牌の1個分下げたとこに溝作る。もしくは、まぁ、ちょっとこっちは技術的に厳しそうだけど、まぁ、将来的には別にな。いや、ちょっとこれは無理か。麻雀牌ちっちゃいからな。うん。視聴者だけにリーパイ済みが見える。あー、そっちのが現実的か。いや、でもそれなんかや、確かにね、AI で、選手は、ぐちゃぐちゃにしてるんだけど、見てる人はリーパイしたのが見えるっていうのは、確かにそれは簡単にできそうだけど、なんかリアルマージャンしてるって感覚ちょっと薄れちゃいますよね、それね。あ、わかった。わかったわ。これだったらいいかもしれない。対局者は普通なんですよ。対局者は普通のパイがこうやってやってる。で、これはもうぐちゃぐちゃで、並べなさいっていう規定はない。普通に自分のやりたいように並べる。並べてやってます。だけど、画面で、下に、最初ここにがっつり変えようと思ったんだけど、ここにさ、AI 化の技術でリーパイしたのを並べようと思ったんだけど、そうしちゃうとなんかリアマ打ってる感じなくなっちゃうから、下にリーパイしたのがデジタルで表示する。うん。だから、リーパイなしが見づらい人はこっちだけ見てたらいい。で、まあ、普通に見たい人はこっち見てたらいい。とかでもできそうだね。うん。なんかできそうっちゃできそうだけど。なんかマジで。うん。ちゃんたまで打とう。うん。まあ、引いた瞬間にそれが液晶、パイが液晶で表示されてて、今のはね、ちょっとそれは金かかりすぎるか。森山さんの強打で壊れちゃうかもしれないけどね。はい、ということで。では、誰の検討だった今。萩原さんか。はい、萩原さんラス回避おめでとうございます。では。あとは、今日はビーストの2連勝ね。中田さん、早めのトップ取れてよかったね。はい、鈴木大輔さんも最後にね。伊達さんが抜けてたやつを、すごいまくり方したのか。はーい。では、お疲れ様です。